もっと聞いてね MBS MBS ヤンングタウこの声でございますが申し訳ございません今ずっとしゃべり詰めで向こうで会やっておりましたんで。 えー、私奥つ鶴瓶と田口真理と MBS アナウンサー福島信弘がお送りいたします番組では皆さんからのメールをお待ちしておりますもちろん番組の感想や日常あった出来事なども送ってくださいメールはやんたんアットマーク MBS1179.com やんたんアットマーク MBS1179.com ですまたこの番組はインターネットでも配信しております MBS のホームページからどうぞアドレスは MBS1179.com です いや本当に大変でしたね、もうちょっと今は9月の16日ですけども、いや、大変やったね、地震もそうやけど、台風、あのあのある番組の企画で人の家、泊まりに行く企画があったんですよ、ある人と一緒にですね、まだだ親ないないんで言えないんですけど。 でもどこ行くかっていうんでいろんなとこが候補があったんですよ。はいはい、もしかしかかかたたらその浜松とと<ー>大阪とかあったんですよね、えー、でその時は楽やんか大阪の方が東京から大阪行って大阪でそれ次の日なんかこんなできるなとか思ったんですけど、ね、で,すでももうあのとにかくあれ来るとあの台風が。 このハッチ引いた赤あかんやんか、うんうん、でもまあしゃあないわな、うん、引いてまあいろいろ言うたの引いてから考えようとでもそれは無理やと、うん、絶対にそ,のそっち行くなんでもう一回引かせてもらおうと思みんな期待してますからね来る人が来る人やからね俺うん、うん、俺じゃなくてもう一人の人がもうファンいっぱいいますからね<ー>でどうしようかなと思ってまあ引いたら青森やったんですよ。<ー>で青森でも、えー、その飛行機ではもう飛ばないと。うんうん 新幹線で青森に3時間ちょっとかけて行きましてねはい、はい、でそこからまだ1時間半ぐらいかけてその山奥の家に行ったんですよ。ね、向こうは知らないんですよえ来る人が誰かっていのはか,誰かってのとにかく来てほしいって出してんねんけども<ー> 1>, 1週間以内に行くか行かないかやけどっていうのを言うてるわけですよ<ー>ね。 んで分からへんわけやんか向こうは,はい、はい、で夜7時ぐらいになりましたよ、はい、でまあ途中でもお酒も飲むやろうから言うん、うん、で泊まるしねまあ普通と考えにくいですね, <laughs> ね普通の一軒は泊まるんですもんね、えーうん でもそんええ家ってたその気使うやんかまあ大きいとか小さいじゃなく人間がええ家人が A、e A うんはいい家、e、ねそれはもうそこの家の人やったらそんなわ分かれへんやスタッフが下見行っていろんなとこ下見行ってやってんねんけど人の良さもなん分かれへんやんか。 ね、自分が見たわけじゃないですからねなんでかやいやいしゃはるのもあるやんか一<う>日中一緒やねんからはいはい、はい、そうですね。すせやろ、うん、どないしょうかな言うんでだ,、ね、だからもう一人の人もねあのそれじゃあそこで家族と一緒にご飯作ってとかそんな あのした方が時間もたへんっていうからねはははあ、まあそうやろうなと思ってたんやけど、だからお酒こうで帰ろう言うて、<は>えー、まあある山奥の酒屋さんに寄ったんですよ。はい、まあ山奥やわなもうそう<は>一軒あるからここ寄ろうってって、ねそのまあ酒何本かこうで。 そんなん夜七時二十分ぐらいはな、うん、そんなとこからそんな酒屋さん売れる思ってへんやか <laughs> 普段はねもう締めようとする業産業産行さん行その一緒に行ってる人がね、ええ、あのー、もう適用ってこのかこのカゴに入れましょう言うて、うん かごも売ったはんのやん、田舎やから。使うからね。山葡萄の鶴で作ってるかごやで。いや、それは始ま知らんやんか。うんだって、あの、売ったはるおばちゃんがね。もったいないでって言ってはったやんもったいないよ。まあ、お酒がね、こうたんが全部で、それでも九千三百四十円。お酒、いろんなお酒、こうて。 そのもう女買うわ言うて「うん、あっ」てみうたら何べんやもん。え,え

七万は嫌や、さすがに九千三百四十円のところに七万って呼んで向こうの人ももったいないよって言っちゃったんね。それでもう作った本人もそうじゃない。分かるやその七万に見えへんよほんまに。まあ素朴な感じなんでしょうけそのしっかりしてるんですかねやっぱ。作るの大変なんじゃないですか。工芸品やなね。びっくりした。びっくりびっくりびっくりした。伸びたないねブランドのカゴだ。 でもよくあのんか売ってはるらしいねお茶の間ショッピングみたいなんで工芸品で山ぶどうの鶴みたいなの売ってはるみたいな鶴で作ったやつっていっぺんちょっと調べてみ7万の山ぶどうの鶴のやつ調べてもらいたいくるですごい。 そやっぱでも青森だからみたいなのもあるんですかいやいや割とその山ぶどうの鶴いうのは割とまあ取れにくいねんけども貴重やなこれまあ東西区の籠とかも高いものは高いですけどでまあそこへ行って着いたのがね7時半頃やったんやね家美容室もやったはんそれも山奥やけどね海岸の近くでねそこはもう知らないやんかもう向こうはもう消えてんねん 電気がね気が、はあ、娘さんおられんねんけど、後で帰ってきから務めたはって。はあ、ピンポンって押して、はあ、パッと俺ら見て、うわ、ああいうはったや。びっくりしますよね、それは。まめるっていうことなんねんから。そうです、ね、無理ですって言えないですもんね、向こう,いや向こうが止まってくださいって言ってるんですよ、ね。<laughs> そうですね、行って無理ですって言われたら、もう。い,やなんかいきなりすぎて。 みたいいななもまなだからそれはもうそれの前に何本か言うてはるからねこれぐらいの期間に来てるから<ー>山やからその,の食べ物もこうとかなあかんやんか,んかそうですねうん、うん、<ー>でもご飯食べたはたとこやったんよ<ー>でもやります俺ねほんまにね こんななな素敵な家ないわ思った人が、えー、だから寝れたんやもう一人のやつもそんな人の家寝れるやなやつちゃうねんそ、うん、寝おったわそんな、えー、もう一人のやつはもうあのねそものすごくそこの人ファンやからいろいろ知ってはるわけ<ー>、うん、こんなんが好きやとかあんなんが好きやとかんなととかだから,だからなん,なんですかしょ、えー、生姜焼きが好きやねん<ー>豚生姜焼きそれ出したりして 夜食べた俺もう思いっきり酒飲んで風呂入って寝たんや <laughs> <laughs> ただ泊まりに来た人 <laughs> いやいやまああとでちょっとインタビューしたけどもそれはもう、ね、<ー>寝た方がええんか、ね、寝た方がいいっていうかまあ、ね、眠たかったし寝たんや、はい、みんな自然にいろいろ雇ったわそいつはおそばで飲んどったわうわ盛り上がってねあ豚しょ生姜焼き俺なんかはねえー、っと何ええー、あのちょっと、ね、何やあれあの、えー、うわっ 忘忘れれないみょうが食うたらから忘れしたやろうけどみょうがとか豆腐とかねなんかこんなんそんなんやけどもんでそれば飲んで寝たんやそんなにもうメインが荒いわけまあえ思てーてん ほんならそいつはもう豚生姜が焼き焼いてもらった他出さはったけど俺もだ次の日に豚生姜焼きもまたそいつに出してたわ、えー俺,もね、俺はまたその豆腐とかそんなんいやで俺豚生姜焼き食レ焼いてがガ食べたやんや<は>ほんなら向こうの人がなんでそんなもん出したか言うたら俺にはね「はい、噛めるんですか!」って言わはったやんや <laughs> <laughs> 俺よっぽどおじいさんを思われてんねん。<laughs> 柔らかいものってことですか気を使ってのお豆腐だったんですか豆腐とかそれから鶏のねあのつくねとかねちゃんともう一回潰したものをちょっと待って歯も自分の歯やしなもうそんなん言われるひゃっ噛めるわとか言うと薄味のね薄味のやっちゃう待ってくれと そんな思われる？テレビ見ててそんなイメージないです。リンゴでもかじりつくイメージですよね。あの後でまあ青森やからリンゴもでこれ被るよ言う。カッタイでも被れるよ。カッタのでもいくらでもいいの。うんと。そうそうそう。高いこれ。これはとにかく高くて。これはこれやんか。山ぶどう。ええ？十四万。そうやな。あすごい。二十七万万で。ええ？ こんな顔しておとんの？え結構でも花網山ぶどう籠大きさそんな大きくないでしょ。幅二十二センチ最大持ち十四センチ。見てみる全然大きないよだからそこ七万円で安かったよな。半額ぐらいです。半額いかれたんだ。こう解いてよかったわ。えらえそんなそうなんだ。十四万四百円とかな二十七万とかあるで。 あでも一生このカバンを使えますよっていう感じですね使い込むことによって艶が増して飴色に変化するなるほど皮みたいな感じ変化してもどうでもいいこんな見てみのおばあさんの買い物カゴやんいやいやいやおしゃれじゃないですかおしゃれカそう。それが逆にいいみたいなことになっちゃうなんかあの着物とかお着物のこの山ぶどうのカゴって聞いたん初めてやわ都市銀着で

はい、いいですよ。って言うだったら便利ですよ。売ろうとしてた、ね <laughs> ね。夜の7時半にやね。7万夜,夜中でやっぱホーム。そこにとっては夜中がね。閉まったってやんからそれ開けてもでて7万はな。<laughs> ちょっと笑いにしよう思って買おうかな。もったけど、もうちょっとやめたわ。ちょっとねうん。 さすがの鶴がさんでも、やっぱりちょっと、なんか嫌ですね。いや、まあ、そんなん凍ってる姿が嫌やろ。いや、そうですね。確かに、その、なんかね、風呂がちゃんとしてとがって思いますもんね。で、そこへ泊まった。風呂入って、ね。ほんだら、大阪へ、台風来たやん。来ました。はい。あんで、よかった、よかったと、まあ、大阪、どないなって言うの。 分からへんからね青森たたらまま環境全然違いす青森やったから向こう行ってよかった思ってたんやけど<ー>朝起きたらよかったことあれんがねだい,いことなってんねや<ー>俺も電話してやな、ね、どこにおったんその時は。家ですどうやったんすのね京都。もう本当にあの命の危機を感じるってこういうことかっていうぐらいのい、ね。 風でもう家の周り壊れてたんで屋根飛んでくるあトタン板も飛んでくるそれで裏の家とか窓ガラスも大きい窓ガラス1枚全部割れたし割れたはい、だから台風がまだ吹き荒れてる時に窓がないし窓がないの窓がな全部なくなっちゃったそのはえなんであの そこから顔出してあ、はい、って目あって「ああ大丈夫ですか?」みたいな感じなんですけどっこっちももう出られへんしでガラスは全部うちの家のとこにも落ちててうもうえらいことで音がとにかくやっぱ怖かったんですよ。なでそうなんですもうんすも でパパリンパリンンとかカカシシャャンパリンとか聞こえたら、うん、あのシャッター閉めてたんで余計その分かんない感じやったんですの、うん、で1個だけそのあのシャッターなかったところで、まあ、おじさんと目があったんですけど、うん、もうそれ以外は何が起きてるか分かんなかったんでうもう家が飛んでいくんやと思っていやいや本当その勢いですからね。で今日聞いて くたまさん、ボぼん、潰れてんね。んあ、そうですね。あ、知ってわかる。あの、なんかね、あの、壊れてるって映像見ましたよ。びっくりした、今日見たんやもん、それ。今日これ、今の時点で、9月の8日やけどね。はいびっくりしたで、くたまさん。いや、結構、京都の、じ、神社仏閣も影響受けてる。ともう、拝殿が丸ごと潰れてたり。とかこっちくたまさんもそうやって。ええと。

ねまあニュースにやってないけどまあ個々でいろんなことが起きてるというかう、ね、屋根とかベランダとかいやっいかった周りでは大丈夫でしたけどねでその後地震やかもういや北海道の地震はめちゃくちゃやでこれねあんまり起こるイメージがないところだって たのもあって、辛、うん、度、えー、どないになってんの、ね、これ。今年こんなまだ来るやろ台風、ついこの間広島でね集中豪雨あって岡山も大変なことに、ね、なってる。どないになってんねんこれ。まだ熊本も復興できてない状況なのに、うん、日本中ですからね。うん、ね日本が被災ちゃうの全員。いやもう丸ごとですよ、うん、本当に。うんうん、うわ。 こいまだに信号直ってないとかありますね。ねいや、あります、あります。わけわかんない方向に回ってます、うんい。その時に、あの、あれやろ、飛容疑者は。 逃げてんねや、ろここいるんでしょうね、本当だから。この間だから、彦八祭り行った時に、おばちゃんが、ひだおったで、言ってね。あの彦八祭り、いるわけない。いや、怖い。落語僕好きなのか。なんだ、嘘、おるわけ。絶対おった、あれ、帽子かぶってんの、ひだよぎせ。絶対、あれ。 百当番した方がいいそんなところるわしかも鶴瓶さんにかける前に百当番しなきゃいけないですよねほんまやったら鶴瓶さんに行ってる場合じゃないですねそれも早くしなおったおったってね電話しないときおったでってあんなとこに居るわけないやんかそうやけああいう人だかりのところ人の多いところはあの安全やん表にあるとあんなところにその防犯カメラもないしいやでも確か行ってもおかしくはないってことですもんねまあまあなまあおかしいでしょうねでもねおかしいやろ目立つでしょ帰ってだって何 でも見てもあっち分かんないと思うんですよね分かんないかもしれないですねパッと見ただけじゃね、うん、絶対帽子とかかぶってた特にそやわな、うん、だから似てた人なんやろなその人にとっては飛、うん、田容疑者ずっとアンテナ立ってはったんでしょうね多分、うん、あいつあ,あいつあいつ,やあいつあいつしようかで俺に電話しようって俺ね警察やろ、ね <laughs> いたでそこにいてるやろと警察の威信もちょっと落ちてますからね逃がしちゃってる手前ね俺がそれで電話すんの?「飛容疑者いました」でどれが捕まるのすごいやろそれはそれを電話かけてくるのもすごいなどういう鶴瓶さんってどういう機関なんだっていうことですからね警察でも消防でもいつスターになれるの俺は。 いやスターですよ。いやいや、スターじゃ。スターはスターですよ。いやいや、スターっ全然もそんな、いつなれるの。スター兼、その警察的な役割も。スター兼。スター兼じゃないっす。<laughs> スターであり、警察的な役割をも持ち相。相談係みたいなところもあり。ね、全,部全部です。えー、あの、日本の父です。なんで庭の父やの。<laughs> 日本全国の父。<laughs> 心の支えです。はい、ほんまあ、どないしたんやの。どないしたら。本当に。やっぱり <laughs> いや、キャーって、あんなとこ、キャー言われたいやんか。キャーって。あ、彦八祭りとか、キャーってなんなるでしょう。太郎が言われたみたい。太郎が言われた。えなんで。スターなはずなんだけど。こと。太郎が言われて、びっくりした。今年は本当に、てん、じゃ、だからね、その後。あ、そうそうそう、その後、まあ、きよって。で、俺やることがあったんで、あの、ホテルで、書き物してて。で、その後、あの。 何ていうか弟子が打ち上げやってるから打ち上げに行ったったんやはあ、はあ、一瞬ね、ええ、まあまあ金払いに行ったろうって、はい、ねでまあ行ったんでまあ、まあ、のちょっとあのハイボール飲んで、はい、あいつら鍋食べとったんや、はい、であ飲んでたら「春太郎ーって金払ったら「おじや食べますか」言うたんやね。はい、どう思う思 <laughs> おさもう50過ぎの弟子ばっかりのねつついた鍋のねおじや誰が食べんねん言うたらぺいに「<laughs> お前失礼やでそれは」<laughs> 師匠にな <laughs> 別に取りますとかねそうですなんかあったやつね。 おじやったらこれかいってそんなことよう言うないつっぱい出しが出てますからねそれもいや五十過ぎやうちの弟子五十過ぎの出しがそうやろいや言い方がそんなもこれえない考えたらわかるやろって言ったもうだから失礼やでって家族みたいな感覚になってるんでしょなでてやでして いやでも言い出し出てるおじや絶対おいしいですよっていうおいしいのはおいしいからねおいしいないわなんでお前弟子がついたらおいしいないやろそんなもん。おいしかったんじゃないですかだから女の子とかおばあちゃんでもやわまだねまだ女が入ってんだよもうそんのうち弟子やんか罰ゲームですねそれでもおじややでおじやいしけど 出来た出汁をさらに吸い込んで膨らんだお米を引いただけでもうグっと吐きそうなるわ味はいいはずだけど言うときますが今日はトムが今こっちへ向かっておりまして大体7時今は6時40分ですややこし話してと20分ぐらいですか分もう混んでもいいんですけどねまあ東京からでも東京から向かってる今はもう混んでええって電話したと思うやろななんて言うやろ あ、西カレーあそうですかなんかそうそう九州かどっか行ってどっかでなんかそういう営業帰りかな今年は本当に天才の多い多い日です多いとこですがコンビニアイスから頂い,いておりますね、はい えこの前台風で関西が大きな被害がありました、えー、うちの家も2度ほど停電し停電になって気づくと普通の生活の幸せさとありがたさを思います北海道でも大きな地震がありましたし、えー、普通に生活できる日々が戻ってくると信じて頑張りたいと思います鶴瓶さんマリリンさんも台風は大丈夫でしたか まあ台風をね今さっきもお話ししましたようにどこにおったの私はもうあの災害報道をしなくちゃいけないんで<ー>放送局に詰めてたんですけど、うん、一番ひどかった時にたまたま外に出ていった時<ー>まさにもう聞いたことない音で、はい、死を感じるっていうのはまさにあのことですねあの耳が一瞬聞こえなくなるぐらいの風ですそうやってなんかあの台風中継みたいな感じでしてたと中継というか、まあ、あのラジオニュース担当だったんで私はずっと速報を入れて、まあ「どこどこに警報が出てますよ」とか「どこどこに避難してくださいね」 とのずっと言わなきゃいけない係だったんですけどたまたまその時は外にいてわ何、えーまあ、かちょと何飛んでくるかも分からへ <laughs> んな <laughs> 飛んでるものも見たことないなんかこう金属の塊みたいなものが。 飛んでたり自転車が飛んでたりだからあの普通の車も軽やったらぽー飛ぶよな衝撃的な映像でしたあのニュースでね私家の前も軽自動車が家買ったらゴロゴロ転がってました恐ろしいことになってました本当にどんな人へのあんなだから外に出ちゃダメなんですよね車乗っちゃいけないんですよね台風の時っていうのはね 確かになんか今までそうは聞いてたけどトラックが横転するほどの風とか言ってるだけかなと思ってったら初めて映像で。な 通通じたの通ったのああのっかろうじてあいあの通れるところが通れるようにはなっていてっていうことですけどまあまだそんなにあの行き来が自由に行けるわけではないみたいですね。えらいで3,000、うん、人ぐらい韓国におったやろ、またも,ね、もう今いたあれんの外国の方がなかわいそうやんからねえわけわかんないでしょうしねアナウンスも日本語が中心だし、うん、英語で言われてもわからない人も多いでしょうしね、うん、怖かったと思いますよ。でみんななみんか船で 渡らはたみたいねあ,あのあそこもうなんていうか水も何もなくなってもらうわけやん怖いな怖いですよまた何か来るかもわからへんな、ねうん、えっ越八祭りに行ってきましたありがとうございます鶴瀬、はいえー、さんを拝見できなかったんですがかなり盛り上がっていて楽しかったです、うん、特に香西香里さんが審査員で えー、話家の「のど自慢」大会が最高でしたお屋敷隆人さんの「あんた」を歌った、えー、銀平さんが優勝しましたああすごいツイッターに上げてらっしゃいましたよそういう写真をちょっと顔も似てらっしゃるからやっぱりねサングラスかけるとね、うん、私はサンドさんが歌った「無,縁無言坂」は何とも言えない面白さで「無言坂」ね あのう、光沢香西さんの歌ですよね。ああ、そう。はい。有名の。うん、帰りたい、帰れない。ああ、あれや、ね。はいはい。うん、そういえば太郎さんが彦八祭りに来られていましたですねと。うん。あっち向いて。 小伊太郎からいただいてるんです、ね、<laughs> 独特な名前が。あっち見て小伊太郎さんから。<笑><笑>ああ、熊町祭りも盛り上がって。うん、盛り上がってね。ね、これはあの春朝がやりましたけどね。そうですね今年。うん、やっぱり宣伝であちこち行ってらっしゃいましたもんね。うん、うん、いやいやまあようやりましたよね。ちっこいの方あれ大変そうですね。俺もやりましたよね。あ、そう、ねうん、俺俺の時はおま十万ぐらい来たんですよ。はあ うん、普通はどのぐらいなんですかね普通それまではね、まあ、2日で3万とか2万とか10万突破したんですけどそれを何でやったら俺関係ないですまあ俺もずっと自己否に、ね、いましたけども「さ、はい、万を読んだんですよ。 三枚作るか分からへんと<ー>もうみんな三枚作んの三枚作んのって分からへん分かってたけどねずっと三まで集めてな三まで三枚作るか分から全部俺にか三枚作んの三間さんいつ来るのって<ー>それ鶴瓶さんに聞くんですか皆さん。三枚作んのっていや三枚は分からないあれスターがスターの居場所見たんだ三までねお湯さんまでずっと三まで釣ったや三まで客釣ったや

<laughs> なんでそんな言われたかっ <laughs> で、鶴瓶さん、えー、厚見清さんの主演の名作、はあ、男や厚愛量がそそうそうやな。うん、50周年を迎える来年の夏50作目となる新作を公開するそうです、うんえー、しかも新しく撮影するシーンもありすごく楽しみです鶴瓶さんは山田洋次監督の作品に出演されておりますが、はあ 殺しで殺し新作に出たいなとか希望があるあるでしょうか。山田監督の演出って印象に残っている言葉などありましたら、うん、ぜひ教えてくださいと。はあ山田洋二さんももうお,おいくつですかね。もう八十四かだから。らいですよね。まあ元気ですよね。雲、うんね、の切れ目からこんにちはからいただいております、ね。<laughs> <laughs> トラさんがしまあ本当に厚み清さんが主人公で作る、うん、まあ再編集でもないわけですからね。うん。 鶴瓶さんにオファーあるのは、んな何やろな、なんかあれねやあれねやったじでもおかしくはないですけど、ね、そうすまあまああのあれはありますから、ね、<え>家族は辛いよからあ<ー>ね、他弟ハー、はい、みんな出てますから、ね、<も><ー>山田家ファミリーでもありますもんね、ねうんうん、ファミリーがまあ出していただいてる感じですけどね、出たいですよね辛いよはね、いや男は辛いね出るって一つなんというかこうそれこそ芸能人としての格がもう全然違う感じがありますよね。うん うん、うん、だから頼ん頼もか、それはでも <laughs> 頼,んで頼んで出られるもんなんですか。いや,いやあの言うたら山田先生87歳。87かえ。あ、そえー、そうなんですか。すごいな元気やな。もうん、<ー>いやものすごい元気やで。87ということは俺俺とやな<え>あ20違うんか。うわ。<laughs> いや俺もっと違うわだ。20ぐらい いやちょうど二十ぐらいですかその時にはもう豚生姜焼きは食われへん山野氏さん食べるのかいやわかんないですよ鶴瓶さんならわかんない食べそうですけどね別に豚生姜焼きなんか誰でも食べれるで食われへんだよ食われへん人いてないやろ何歳ぐらいだと思ってたんでしょ歯茎ででもくだらんいい豚だったらねいい豚だったらいいけど硬かったりとかね いやでもこのね山田さんの演出というのは変わって,わってるかねもしかねえそんなんでええのんってまあ僕はあんま演出されたことないんですよ山田さんっていわくもう自然にした方がいいと思ったはんねやろねだからもう別にうまいのかどうなのか,かほったらかしですよねいやこう書いてあることを言ってそのまま自分でちょっとは演出し,してんねやろうけどまあそんなん何もないですよねただね加瀬涼さんって言ってる加瀬涼ね あのまあ、弟の時ですけどねあのえー、山え山、ー、えと加瀬漁がその蒼井優蒼井、はい、優が、うん、あの再婚あ離婚して帰ってくるんですよ。はいはい、でその時に同窓会に行こうっていうのが青い井優とか来るんですよねはい、はい、幼なじみでね。 えー、そんなところはもう行きたくないと私は離婚してそんなやからって、うんうん、あのー、まあ断るんよね、うん、で加瀬涼は山田蒼悠の,のことが好きっていう感じやはねこう,、はい、こういうあのこな,こんなっつやったかなこういう気やったらこうあるやこあれが好きやったやんやけどで普通は加瀬涼の演技ってあの一緒に行こうよとかね、うん、それからその後あのまあ 小春ちゃんが帰ってきたやったって思ったよでこんな、うん、離婚して帰ってきた時にやったって思ったよでこんなボソボソ言うやんか、うん、ねダメって言うとあんのよ監督、えーね、監督がダメって言う、ねうん、おかしいなと思ったけどやったって思ったよ やりなさいってうでえらいくっさいなんか感じやな思ってたんやけど戻一回はけて戻って見て小なちゃんが帰ってきて「やった!」って思ったよってスーッとはけんねんけどそれが「けるねへ<ー>やった!」って思ったよじゃなく稼業の感じの雰囲気で言うよりはートーンガン上げて。 一回はけて帰ってきて「やった!」って思ったよーってあんなあんなはあ<ー>声張らん男が<ー>そうやった演出はチューって泣けんねんへえ<ー>すごいやろそれそアクセントというかこう落差でグッときちゃうんですかねこれは初めは分からへんかったんけど<ー>そういう演出やねんえ<ー>ね わかるやろそれそれ今っちの方がなんかこうメリハリのつけ根んて言うんでしょうねそれにダメは出せへんがやったって思ったよ、うんうんね、小春ちゃんが帰ってきた時まあそれが普通ですもんだってね、うん、やったって思ったよで、うん、だから何うじうじしてんだと、うん、その離婚なんて全然もう悪くはないよっていうことうん、うん、それとあなたが好きやということも含めてやったって思ったよって。 まあちょっと感情をそうしたらダメって言って「へ<ー>やった!」って思ったよって俺あんなの飛んでええのかなと思った稼業が「やった!」って思ったよって言って <laughs> 映画で見たらもうピュッて投げるの完成したところが見えてるってことなんでしょうねこっちの方が絶対いいっていうちょっと引いたところから見てるところがあるのかもしれないですね、うん、だから今度の寅さんも楽しみやでいやどうなるんでしょうね<ー>うん 今ちょっとでもあのそっちを見たくなりましたもう一回あ見てみたいそのシーンを見たいもう見てみすごいよだからもう分かってやったねいろいろどれには何もしない分かってやったね全部見えてるんですねな誰も何もしてくれへんやんのうちの師匠もラゴつけてくれへん自由にやれっていうな誰も何もしてくれないっていう <laughs> でもそれが一番鶴瓶さんだっていうのをみんなが分かってらっしゃるってことですよね、うん、な,なんかこうしろ、まああしろじゃないそれが一番いい形なんだって、うんうん、でも自信自信なんかないでそれほんまにこんなんでええのやろかと思うよでもお芝居ってある程度自信ないとできないんじゃないかと思うんですけど今の岩倉クラ朋美なんか全然自信ないであんなあれはどうなんですかその演出というか <え>それこそ歴史上の人物だったらいろいろ言われそうなもんですけど、うん、いやいやだからいろいろ俺あんな見てへんけどツイッターとかな見てへんけどいろいろ言われちゃう <laughs> あ<の> <laughs> あまあ見た人からですか<ー>監督さんというかこう演出家の方とかはい,かいやだからいやこんなん自分で言うのおかしいけど監督とかそれから脚本家とかベテランの俳優さんなんかは「いいよ」と言うてくれる<ー>とピンコさんかなんかも連絡があって「いいね」 通信いいね。でも一般の人はあんな岩倉ともみないやんか。まあ、初めて見る感じなんですよね。みんなの中でも、どんな人が岩倉ともみないわけですよね。ないやろ、そんな。で、特に岩倉ともって、自分言ってたけど、女は思ってた。知らなかった。それはまあ、無理ですよね。女性役を演じるの書いて。おはようございます。おはようございます。おはようございます。つないでましたよ。いやいや、つないで、いや、しょ。 今日同じようなシャツをいや本当ちょっとおそろみたいになってるよシャツの感じは一緒だわ寄せてる白地に黒僕のは安いですどっからどう言ってた今日電話して悪かったすみません朝お電話いただいて新幹線で違うね俺はねあの河野助おるやんか河野助の ごめんなさい話の途中で、うちの兄弟子ですね、はい、えーと東京かわ版っていうのがありましてね、それで6月に出たわけですよ、僕は晃、いまあのあのー、なんか新打の、はい、園芸雑誌みたいな、ね。園芸雑誌、あのーはい、落語ファンは全員読んでると言われている、はい、東京の落語ファンは<ー>、はい、6月の24日とノートに書いてあるんですよ、俺はね、なんぼ調べてもないわけですよ、6月の24日。 俺はそのもう出たあとどこのホールかを確かめたかって昨日僕は松之丞とやったんですいやもう噂聞いてますよそうなんですねそうなんですよええいやもう今の今本当にもうね今を今ときめく最も2大共演師匠が松之丞さんに。 があの松之丞兄さんが師匠の胸を借りるみたいな感じの多数なんて一回も言うてへんねん僕の勝手なあれですいやいやでもほんまにないやそれはまあこの話は後でするわそのね瓦版ははいいやなんでさまあ瓦版さっきはようそれは有楽町朝日ホールやったよあいや読売ホールじゃないですか違う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 これあの昨日はですねはい。であの 読売ホールは晃之助やほんで松之丞は朝日やその前にあれ三木助のもあれやったんや朝日ホールだからそこノートに書いてあんねんけどどんなこと喋ってんのかも書いてあんねん俺ずっと自分がどういうこと自分書く場所でそう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 ほん同じところでちょっと枕の付け方も2回寄った同じことは言わへんけど付け方似回ったらあかんから思って調べたら6月24日は「 そんなんないのよどう見ても師匠がその会をやってたとか瓦版に載ってないのよ<ー>で昨日たまたまその東京瓦版、えー、の,あの何編集長、はい、編集長の人だったん、はいはい、6月24日載ってなかったのに言ったら「いや載せてますよ」って言うてた、うん、ないで」って俺言うたやんやねずっとない思ってたやんや、はい で23日かな思ったほんま23日やって、はい、で23日も見たけどなかったんや、ねはい、だからおかしいなと大体乗ってますからねうんあ,あれ乗ってなかったんかいうことをトムに電話あのするために「見て」ってお前6月の瓦版を瓦版見ていで<あ>言うてその時に僕は「 新幹,線に新幹線乗ってたでねこうやって6月24日は全然これはあの皆、ーうん、さんご存知ですけど本当にあの落語ファンはですねみんな持ってる東京の落語ファン東京の落語界がほぼ網羅、うんね、されててものすごい小さい回から、うんうん、大きい回から全部乗ってる。うん、だからなんでそ,れえそ,れその月 月ごとに手間かかる作業でしょ手間さかる作業で6月はこんだけあるわけやこんなに落があるんですか毎日どっかであってたいこう当にあにファンがもう全員で支えてる大阪はこのペライチでできるわけやなまあまあそうですねペライチってことでもないでしょうけどね寄ピとかありますねはいはい

僕はもうこの見方が早いですからもういつも見てますからこれ何しろあの全員の出演情報が分かってしまうこの人は結構仕事が多いとか少ないもうこれは一つのバロメーターなんだだからまずこれを買った瞬間に弟弟子のまずスケジュールを全部チェックするんですよやらしい下品だあれが下品だしょうがないしそれだってラッコの方がねあれそうか負けちゃいけないちゃいう意味でねだからもうよく言えですねさすが相方

三遊亭幸之助林家菊男藁福亭福亭鶴瓶になってああ廃業が廃業がちょっとそっか小福亭鶴瓶になってんだうん藁藁 <laughs> で一回切れちゃってんだ <laughs> いやでも俺これを見てなかったら上におったああそうですね一番上見にくいですからね一番だからこれあったんやだからほんまに

俺のせいもこの男大ファンですから私もこんな人気になるという前からラジオをずっと聞いてたんですよ面白い方ですよねすごく面白いしにでもねそのあれ橘や橘蓮二さんに去年に頼まれてで「松之丞」っていうのがいててで師匠っとから「あか何聞いたことある」 その人とちょっと二人かやってくれませんかって言ってね。<ー>でもいやいいよそれは別にえわ。そんでまあそうやってたらどんどん松之丞が街にそのなんていうの本とかそんなにも松之丞そんな人なの。雑誌もどんどん取材ある。いやどうそれは今年に入ってからよ。そうですね一気に来ましたね。なん,なんかねそのすごいあるわけやけんの、ね。はい ほんで俺無学にねいっぺん読んで、はい、どんな人なのかっていうのを予防を持って、はい、たあの言うて立花に、はい、レンジさんに「読んでいい?」って言ったら「はい、いや読まないでくれ」って言うのよねん、はい、でやの?」言ったら「昨日たまたま会ったんやけど昨日まで見たあかん聞いたあかんおったあかん」って言われてたんよ。 その方が、これがほんまに初めてのガチンコにしたいって言うのよ。え<ー><ー>かった若かったどんなもんするわって、もうええわ、それは、もう何も見んとくわいや、前情報なしに、うん。ない、そうそう,そう。ええ<ー>、はい。ほんで、その日当日来ました。ね。で、みる、見るやんか、前、ね、前が、誰か出て、うん、誰だかのせいで。で、出て、はい、まあ、前座解雇一番出て。はいはい、その後、松野城がそのまま中村中蔵、パン入ったはい。 枕もつけんとね、うん、もちろんそんなんないやろうものすごいねめちゃめちゃええねうわすっごいわってでこの後俺へってえっ師匠がいやいやこの後俺とは思わんけどまあ、はい、ど,うどうしようこれ何やろうまだ決めてないから、ねはい、何をやろうと何、うん、か何本かこう用意してるの何どっちやろうかなとか思い出してどんどんうわすごいわシンし,してんねんこれす シーンしてはもうそのシーンはそのもう水を打ったようなシーンでありながらもう中蔵やわねほんまに、はい、中蔵を見てもうあっけに取られすごいなと思うあいつが中蔵や、はい、中蔵の中に出てくるわけそういうセリフが自分はウケてないのか思ったらもうみんな声出せないぐらいああなってんねん、はい、それ聞いおばちゃんがした俺子供の声聞こえたよなううううっていう。はい なんか子供いてんのか何かしたらいいなって言うと後で聞いたら咳込むおばちゃんが咳を止めたんら出<果>てもうて「ブーン!」ってなんか <laughs> も咳もしちゃいけないような,ような感じや<ー>そんだけすごいやうわー言うてほんでわこれど,どうしようかなと思って。 どうしようかなというかもうしゃあないやらなしゃあないかでまあとにかくそのあ中仲入りが入って「よかったわよかったわ自分」あ俺立場さっき見さしといてや」とそれやったら断んねんとあいつ2つ目やでねあんなさ2つ目でこんなんしてやなほんでで髪型やねんこっちの人頼めどれ言うたやすごいやんってそこに。

また緩和されて、はあ、だから俺もずーっーと出ていって第一声「裸に助けてもろた、えー」て「<laughs> <laughs> やっぱ俺裸についてるわて」<laughs> 裸についてる「る裸に愛されてる,てるれない裸裸俺が高かももうええ空気にしてくれた」言うてバーいんやけどね <laughs> いやでも本当よかったよもはメカウマやったんやね <laughs> あのまあ、それを私で青木先生よりもやっぱ向こうも古典やからこっちも古典の方がいいやろと思って<ー>やったんや松野さんはやっぱりすいですねその噂わさはもうこちらにもあの新幹線の方からチェックしておりまして,て新幹線の方にチェックして、はいあのー、私がこのあと今山口に行ってたんですね学会、はい、で,で大阪に一度戻りますってあ戻るというかね、まあ、大阪にこれから行ってやンタん収録っ,ったらはい、はい、そのツイッターをね多分見てくださったこのリスナーの方が、うん、はあ じゃあキングはあの絶対昨日の話をするはずみたいなこう <laughs> 松之丞さんのなんか素晴らしさとかもまた語ってくれるし多分見に行かれた方ですね福ちゃんは、うんうん、福島アナは「あの松之の丞さん素敵みたいなことをツイートしてたから絶対にファンなはずだからこの話で盛り上がる <laughs> トムさんはどう出るんだろうみたいな想像ツイートを見つけまして。<笑><笑> <laughs> でもうまさにさっきツイッターでその方が妄想してたのが今現実に行られてる <laughs> <laughs> 読みが深いない、ね、すごいですねやっぱこのリスナーの方はそれでやっぱその松の丈アニさんの,そのこのピチッピンとした空気みたいなのを聞いて。 今日の僕の山口の落語会を振り返ると、僕はちょっとあの今日は背伸びをしました会談話をしたら落ちの直前にまず電話がありまして、客席でいや会場のです。え？屋柄って学屋ではなくあの会場の電話。あのちょっとそこは元々デイサービスを介してあの落合にしてたんですけど、あの結構長くなって盛り上がって長くなったんで、あのご家族の方が心配してうちの母が帰ってこないと。大丈夫その電話をそのデイ ハビスと友達したらお家の食事でプラララララップラララッってなりまして楽しい階段だ。僕が一番あれは一番豪かったそれはもうこっち側がよう。あそうです。すみません。ごめん。謝りましょう。謝りちゃって。本題終わなさい。いやもうそれでちょっとふわふわっとだ全員そのもう納った方にそっち見ちゃいますね。年輩の方ご年輩の方も多かったので全員もうそっち向きました。納ったわね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 。そしたらもうなんか一度なんか休憩が あったみたいな感じのふくい空気になりました、ね、あの僕も結構張り詰めた空気中、ねうん、入り跡みたいな、ね、最後ハワハワハワって言って終わりましたはておとろ恐ろしき執念じゃなをはてハテ恐ろしき執念じゃなどうもありがとうございましたありがとうございましたって言あえ終わりですと言わないとありがとうございます。た、うん、どうもありがとうございましもうしょうじないと終わったって思わないからもう階段話のオちがありがとうございました状況が違いますね本当には頑張らなきゃいけません 頑張るもも何いやちょっと本当にもういろんなやっぱりその僕の落語を見に来てくれてる人でもやっぱりその松野ジャニーさんの見に行かれる方とかねやっぱもう何でしょうとなくだから僕はだから今話したいんでしょうねという松野ジャニーさんのすごさをだけどちょうどいい手頃な人がいないんでしょうねそういう時に僕に来るんですよああそうか見に行ってきたみたいな一応どうだった言いやすい晴らしかった。 っていうのでもうね後半から聞いてないです全然面白くないからもうんかね人褒め合える話もかね最初はああでもあれはもうちょっと違うなまあでもすごいですよでもああやって講談会盛り上げる意味でそう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 講談会どころか女性は盛り上がるから俺らは喜ばなかよなだからもう僕も早く一緒になりたいんですけどもだってなんかすごいんですよだからよ そののつ目の寄せもあるんです神田,、うん、神田連弱亭ってね東京の神田連弱亭もやっぱもう松の丈兄さんが出る時だけは速乾なんで、うん、割がいいっていうことでもうみんなそこに入りたい割がいいから割りね割りってキュ、ね、ーキュいやでも人ターもそうなんですよ <laughs>、うん、だからもうこの間だからでもそれでも僕のことを期待してくれてる方もいて6月に僕はその神田連弱亭に入ったんですけど最初のなんか最初にこう一応なんかえっ、ー、と。 スペシャルウィークみたいな、うん、そのうちの1日のりを僕任されたんです、うん、ええー、まずいじゃないですか、うん、でも集客しないと <laughs> だってみんなそのね38人なんです、うん こんんんなも入れやか。いやだからもううそれで割りを取ろとしてんの。いやでもいやでもそうなんですでもこの三十八人の割りっていうのが大変で村の頼もしいいやいやそうなんですただこれね大変だただその日はやめみんなでいや言ってもいいんですよ38人いや三十八人でもこれがもう入る入るか入らないかも大事です順番が順番でいやそれで僕実はその日の夜独演会もあったんです大変だとそのプライドを取るか独演会を埋めるか すっごい悩んだ結果ど,、ねえー、どっちも分散してふわふわっとどっちもなんとなくでも二十何人は入りましたけども今日の回と一緒になんかふわふわとっと終わっちゃった結局38人やいやそうめえや 埋まらなないいいいんんでです手売売りればじゃちょっとその辺りもう介護埋めることが多すぎてちょっとあの自暴自棄なんて「なぜ俺は何やってるんだ?」と思ってもうテレオポンみたいになってましたよお前大体埋めることっていうのに必死になったら一生埋めなあかんそうなんですよそうやろもうだから毎日埋めることばっかりそうやでそんな 俺らはもう入らんでもええと思うとことからスタートしたんやから<ー>入らんでも来てそのから来た人に対しては絶対に次来てもらうという打ち方してるやだからもう松之丞とやることはすごいこれあの大変やけど面白いまあでもやっぱり正直注目、はい、あのされてますしその会は特にやっぱりあの昨日のインスタの ハッシュタグでもですね、落語って押すと、やっぱ出てくるんですよ、ね。うん、落語って押したら、松尾さん、講談、うん、の人下。出てくるのあのー、これをインスタって、また、結構シビアでして。うんうん、そのハッシュタグで、その、まず、えっ、ー、と、最新っていうのと、人気っていうのがあるんですよね。まあ、最新っていうのは、その、例えば、ハッシュタグ落語ってつけた人が、えっ、ー、と、今つけたら、今。 1>, 1位なんですよ<ー>でだんだん落ちていくんですよねでも人気という本も欄があるんです<ー>人気というのはハッシュタグ落語でも読まれてるというかなんかこう人気っぽいやつが上に行くんですねお<ー>お<ー>、そのわからんけど、はい、それであの昨日はずっとそのハッシュタグ落語でその師匠と松野ジャニーさんの会のその要は最後演目が載ってた写真をみんながこう上げててそれをやっぱ注目されてるからみんなそこが埋まってたのでただただやっぱり はがきはがきも芸能記者とかなった方がいいんじゃないですか芸能そんネット記事とか書く人に嫌ですなった方がいいんじゃないですかャッシュの渡部みたいなことしたいねあのレポートですね。レポートそれはすごい寄せのレポートとか書いて寄せレポート寄せレポートニュースとまあ今あのすでに駅弁のレポート書いてますけど毎日のように駅弁駅弁送っては駅弁のレポート書いて三十八年八人はどないかして埋めなきゃいけないですね。松野さん松野さん同い年でしょでねまたクちゃんがね 好きなんですよ松之助さんのこと。いやこれが私毎回ね夜酔っ払うとモノマネするんですよ。<laughs> <laughs> やるんですよ。あのー、これラジオをね、うん、ずっと松之助さんやってらっしゃるんですけどその喋り方がすごくいいんですよ。子供の頃私にとってラジオはたった一人の友達でしたみたいな感じのことを言うんですよ <laughs>。<laughs> 神田松之助問わず語りの松之助始まりでございます。 っていうこれあの今はまりでやったけどむちゃくちゃ似てるから嘘えそれこっちでもこの溜め方っていうんですかね間の取り方がすごい勉強になるんでなんとなくこう喋り方というかこういう話し方みたいなの自分の中で取り込んでいったらまあ面白いんじゃねえかなと思ってもうやってるもう手よりも大好きだからずっと聞いてんもうやってんですよそれで酔っ払うともうこれなんですずっとなんかなんか レモンセブーをなんか割ってもう一杯もらおうかと思いますかみたいなもうずっとマスのここでハイボールを飲むということがどれだけ大変なことかというのがこの時まだ分かってなかったとかそうですねなんか多分そうだね昨日だからねれですよこれ飲み屋でこれずっと普通ね普通喋ってるのに俺と喋るのにものすごせもうなんかあれやろな 興味あったやんの。はい。<ー>質問がまたもういろいろ面白いのよ。うん。なんかうちの師匠のこととか男子師匠のこととか俺のこととか、子がどうだったんですかとかいうの。ああ好きなんですね。もうずーっとまあ子供の頃からそうなんやろな。勉強が大好き。で俺のこと目を知ってんのよへはあ。もうそれ知ってんので言,言,言うてたよ。演芸ファンでもあるってことだね。演芸を子供の時からラジオも大好きで。うん。うんうん でもうとにかく稽古の虫だという。うん、もう周りからも噂聞いてまして、うん、もうどこ、うん、でもう新幹線でもどこでもずっと、うん、もう何かに取り憑かれたように稽古をしてるという。うん、ういやいや、もうそれは当たり前や。いやいや、私も今日は。 ちゃんと山口から今日はですか。今日は富山から新大阪来るまでに一ページ覚えましたからちゃんと <laughs> <laughs> ちゃんと一ページ覚えました。何,何,何覚えたの。天狗捌きをやってますんで今。一ページって言ってあ自分の基準です,すみませんあの一分です。落語ページで言う。あのいないですか。いやだからええー、まあ一ページ。いや二十分の落語なんです天狗捌きはうん、うん、で大体ノートに一ページで一分なんですよね。はは。 それで一応ルール的にはえっと2日で1分覚えればいいんですけども、うん、あのー2日で1分でも今日はちょっと頑張ってもう一日1そんな覚え方してないうおり何やねんそれ前から前からこう覚えていくんですねいや今日はもう何度も眠くなりながら新神戸で自分を叩き起こしてちゃんともう絶対覚えなきゃと思って <laughs> <も>覚えるまで降りちゃいけないっていうルールに俺らも何冊持ってるか本 <laughs> 本なあのー 大河の本は今四冊あるしあの、ね、うーようさん出てんねん。セリフめっちゃ、ね、それでまた落語の本持ってるしあな、ね、なあもうずーっとやでこれ。うん、それどうやって覚えてるんですかつる？もう自分でそうわからんももうよ読んで読んで読み倒して,て、口に出すとか書くとか、いろいろやってね。だから稽古や<ー>稽古でないとあかんわな。は<ー>うん。私はもうだからすごくそれを見習って師匠の背中を見習ってちょっと改革を。 改革。はいまずお酒は5杯まで <laughs> え飲むんだ, <laughs> 飲むんだいやまずまずいや5杯までもう決めたんですもう5杯まで5杯,5杯で十分やろお前。普通ですよいやあなたよく言うよあなた水よりハイボール飲むねよく言う言けど私は5杯まででもうとにかくちゃんとあのてて酒飲んだら覚えへんやろ だからもうまず俺もこの頃お前らにいてハイボール飲むようになっやさっきね珍しいなと思ったんですよハイボール飲んだって最初の方にそうですね確かに焼酎鶴瓶さん焼酎じゃいやハイボール飲むようになってハイボール飲むと酔うねん酔うやろこの酔うたら危ないのは家帰って冷蔵庫開けて 閉めて壁にボーンぶつかる、ね、狭いからガンって自分は制御できる自分のどこや分からへん何回かぶつかるわかやめとことできるハイボールやっぱり酔っ払っちゃうんですだからもう5杯以上飲むと記憶がなくなっちゃうのでこれは本当になんかだめだなと思ったのはその自分の周りにもその太鼓持ちしかいないことにも気づきました。それはなぜかというと <laughs> あの僕新幹線で基本的にあのいろんなことをやると そうは言っても、あの例えばまず財布の中から、昨日使ったものを全部ノートに書くんですね。もうあのコンビニ百四十円とか、何何百四十とか、もう全部記すんで、あと食べたものも全部かけやぼんみたいな。でその中に知らないレシいとかあったんです。なんだこれと思って、でそしたら、家の近所の小町食堂ってとこで、休校のない中、ご飯を食べたかったんでしょう。でいっぱい食べてるんですね。例えば。アジフライとか、ゴーヤチャンプルとか、そうめんと鶏肉の炒めかける二とか。 でこれ誰かと言ったこと思ったらテーブルに1ってなって,んで僕人でってるんっ、えー、でで僕一人ってそれは実は弟子のラッコと二人で飲んでて、はあ、その後多分別れてでまだちょっと食べたくて食べてるってあんまり覚えてないんですけどで寝ちゃって忘れてるんですでも朝びっくりして新幹線「何これ!」って思ってでもラッコにすぐ出して「お前一緒に行ったか?」って言ったら「行ってないです」って言って「俺こんなに食べてるよ」って言ったらやっぱラッコも用意しようと思ってでもあの「やっぱり兄さんですね」って「え何が?」って言ったら「あの。 すごくバランスよく野菜を取られてまど、ね、<laughs> 何褒めてんの <laughs> どこめても,うもうダメだと思ってなんかこの人とこういう関係を続けたらダメなままこのまま <laughs> 6050になってってしまう気がして <laughs> なんだバランスよく <laughs> 野菜を取られてますねってよいしょと思ってもうこのままじゃダメだともう私もひ <laughs> 入れ替え喋、まあ、り方をちょっとあの松之の丞に2冊ゆっくりと落ち着いてこのままじゃダメだ。

あの年代の形ですね。確かにいい形の結構そうな形。それかあのあのあれやな籠池さんの奥さんだな。あああの方も確かに標準顔は似てないねんけどもああいう体型のうん。自尊にこう。 うん、太って言ってせやけどあの人体操やったらあったからな、うん、そうですよね,すよねだってオリンピック出られてるんですよねオリンピック出たはの4位やな、うん、ああ4位やったなでしたね、うんえー、どちらも言えるのはあくまでも選手が主人公だということです、うん、コーチや裏方さんが足を引っ張っているのは本当に悲しいですね、うん、皆さんこのスポーツ界の一連のパワハラ騒動どう思いますか、うん、特にマルディンは新体操の選手だったので、うん、あそうそうだ、うん 体操のパワハラ問題、やっぱり起こっているのかな。これはもうマリリン語ではな。<laughs> というか、こういう話題、今年すごい多かったじゃないですか。一度もマリリンその発言してないですよ <laughs> <laughs> それはやっぱり。こ <laughs> ういう、な、なにかそういうしがらみ。そうですけど、体操については思うことはもちろんありますよ。体操については思うことだ。あ<の>うんあ。な、なん、なんて言ったらいいかわかんないですけど、その。 私体操の選手の子とかやっぱ中学校の時から友達が多くてやっぱ体操ではすごく多かったんですよその、えー、やっぱ叩かれちゃうあああそうっちの同級生の女の子とか女子会やったんですけど女の子じゃ見たことないぐらい顔腫れてた子とか、えー、前ののおはようってきたら、えーえー、もう本当に顔面が目開かないほどに腫れ上がってる子とかいっぱいいたんですよ正直当時ね、えーえー、でやっぱそういう時代の人たち がやっっぱいいいるじゃななそそちはれないのの全然えっと、ね、その体操の子たちはコーチが男の先生やったんですようん、うん、で私はあの女性のコーチなんで新体操って女性しかいないしうん、うん、っていうので女性のコーチなんでそこまでひどく叩かれることはなかったんですよでもまあパチンとかそのグーで殴られるほどまではいかなくてもやっぱり、うん、グーで殴られやんのそのうもは。だってもう顔ないですもんもう。 えー、も,ううもうすごいことになって、えー、でもそれが怒られた理由っていうのはやっぱり聞けばそのやっぱりこう。<laughs> 態度が悪かったとかまあそういうのがさ昔からあるクラブチームももちろんあったと思うんですよだ、うん、そんなのこの顔殴るってそれはないやろで,でしかもそこでその同じようにそのお母さんとかにも一応相談するじゃないですかそうなった時でもお母さんたちもやっぱりこのクラブチームにいるからこの子たちは強いんだって京都で一番だったんですよそこのチームがね っってなるとやっぱりあんたが悪いから怒られれたたんんででしょってて言われてたんですよその子たちがでそうなるとやっぱこっち側も私も怒られたりしてましたけど親にも怒られたんですよその怒られたことを言うとお前が悪かったんやろ態度が悪かったから怒られたんやろって怒られ方をしてたからそうなると自分が悪いんやとも思うしあ自分が怠けたからじゃあ例えば1位取れなかったらだから1位取れなかったのかとか多分ちょっとこう。 自分でどんどん思い込む部分が増えていくと思うんですよ。で例えば戦えた子たちとかも1位とかを取ってた子だったのでそうやって厳しくされたからこそ私たちは成績が伴ってるんだっていう納得の仕方ももちろんしてたんですよ。ちょっと待ってちょっとこんなしっかりしゃべるマリリンみんなすの初めてみたよ。だから私はどうも言えなくてどっちが悪いとかもやっぱ分からんしその。 一つ言えるのは顔を腫れるぐらい殴ったらいかそこだ今はそれがだめだっていうふうになってくれたのは良かったなと思いますねやっぱそうやって泣いてたり痛かった子たちを見てると亡くなった方がもちろんいいと思いますけどそうされてた側はその多分思いはもちろんあんやろなと思う選手側としてもほんでもあれは何べも言うように宮川さん宮川さんの その家を表に泣くとあかんけどね、うん、いやめないでほしいと思ってはんのやろ、うん、多分それってそういう心境なんかなと思うんですよその先生のおかげでもちろんそれった分かった分かったものすごいかった分かった分かったかった分かうからたかった分かた分かった分かったかった分かったやかったかった分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 かっそれかっいいたいかったかった分かかった

他の競技については何も語れません。その同じ体操とか新体操とかしてて周りにいたからこそ。うん、でも十分じゃないですか。えー、かそれを求められて。そうだ,そうだよくにあのそれを俺らが無理から喋らせてるから言うけども、言わなかったマリリンもすごいよね。そうですね。だ、ね、っ,って言ってしまえばあんたら知らねえからこやだけどね、実はこうこうなったんだった言わないでここまで言うと。謙虚謙虚。謙虚ね、その思う気持ちを渡えて。まみたいな人やまたに。本当。手も言わない。手も出さない。うん。

でもすごいでもねまあいやいやでもこれ難しいですよねほんとに例えば体操とかもね死と隣り合わスだったりもするから危険という意味でのボーッとしててダメだってわかりますけどねただやっぱり俺らは何やったやろなうちの親スタジオに来られたんで師匠もあのもちろんそう考えたらあのパワハラの瞬間っていうかもうねパワハラを超えた何かもうそれがもうなんか面白かったものすごい面白いな 面白いって言った師匠に失礼やけど、<laughs> ね、嬉しいよね。<ー>うん、愛と感じる、愛と感じるよね。これこれはもうおかしなってんのか知らんけど、うんうん、おお、で愛と感じるよ、ね。難しいですよね。どう幸せ愛やろ。いや僕の場合はもうこの間師匠に自転車をあの買ってありました。<laughs> <laughs> 自転車を買って <laughs> のママチャリを買ったどういうことやこれはですねまあ短くしゃべるとですね,ね長かったくてもいいですか、うん、あの腹が立ちましてもうほんに最終的に最終的にでもよくわかんない話なんですけども8月6日が師匠の誕生日なわけですよであのー 弟子前座がみんなで10人いるんですよね今前座の子で、うん、でなんかプレゼント賞師匠にするまあもともと好楽一門以外の前座もそのプレゼントするっていうのは僕の中ではちょっとよく分かんなかったんですけどとりあえず10人プレゼントするって言ってでなんかうちの師匠は今ママチャリが欲しい、うん、今一番欲しいものは <laughs> ママチャリが壊れたみたいなでママチャリが欲しいっていうことをあのー、師匠今一番 うちの一番で可愛がられてるハチ公というね、あの、ええー、五十九キロで入門して今八十一キロになっていますけども。まあ、しひとかみさんからいっぱい食べさせてもらってるんで、で八十ロのハチ公が、あの、おかみさんたちに、うちらで自転車買います。みたいなことを。ハチ公からも。 8個があの買いますと、うん、言ったらしくてであの師匠の娘さんたちは「あじゃあ前座のみんなが自転車をプレゼントするなら私たちはプレゼントしようと思ってたけどやめよう」って話になってたのにも。に 関わらず、うん、その八孔のちょっとまあ別に悪くないんですけど八孔の有吉が、まあえー、何を持ったかそんな荒野という七、ね、番弟子 <laughs> で僕は六番弟子なんですけども荒野がなんかそのあんまり大きなものをプレゼントすると今度後輩が毎回プレゼントの時にお金を使わせちゃうことになるかもしれないからなるほどね自転車はやめようみたいなことになりまして最終的に何を選んだかというと自転車の鍵を選んだんです。うん でもよく考えてください自転車を壊れてる人に自転車の鍵っていうのはちょっとおかしいじゃないですかいやでも自転車の鍵ってどういうことやんかいやだから自転車の鍵が自転車自体が壊れてるんですよで車鍵とは自転車を鍵をプレゼントしちゃってそれはでも逆に言えば誰か自転車買ってくださいね僕らは鍵ですよでも今あんまりマウンテンバイク買うわけじゃないんですからママチャでみんな鍵ついてるじゃないですかで鍵をプレゼントしちゃった っていう話もちょっとびっくりして、うん、で、さらにそれを10人で割ったと <laughs> は10人だから一、はい、人頭たも300円しかなってないんです師匠に、まあうん、いやちょっと待ってくれと行、うん、っても入れてもらって落語界で活用させてもらってる師匠に向けて <laughs> 300円の値打ちはないだろうと <laughs> <laughs> 小学校のプレゼントみたいなそうなんですよお楽しみ会のレベルじゃないですかおやつのレベル差300円、うんうん、っていうのでそれをあの師匠の娘の みの姉さんっていうのに聞いてただんだん腹が立ってきて次女ええー、長女の方でいやそれはちょっとありえないですわっていうのを電話でやってたらパッて見たらそこに奇跡的に自転車屋があったん僕が目の前でいやすごいんですよほらって思って「姉さん」っつって「今僕自転車屋の間ですわ」っつって,言って <laughs> そしたら美濃姉さんが「買わなきゃいいけど」っていう「<laughs> 買いましょう」 なんだこれ。買いましょう。わ <laughs> かりました。人,人気メーカーのもうお父さんたちのそのもなんてのはダメだ。もう買いましょう <laughs> って言ったら、おまちえていくが高いんですね。<laughs> あの一万ぐらい買おうかなってみんな三万ぐらいするんですよ。い,いいやつはねねい。いやいいやつじゃなくてもね結構でやっぱりその <laughs> なんかねいろいろ。<laughs> 試まずあの何か <laughs> えまず鍵はついてると、うん、ね鍵付きだとかあとライトがそのカチャって手でやるやつかこいでるうちにちゃんとライトがつくやつか、うん、ギアがついてるかとかいや僕はもうその300円ってことで怒ってた人間として試されてるわけです師匠に対しての愛を。うん、でもやっぱりそのギアがなんかそのちょっとつけれるやつとかあとライトとかだともうあの結構だんだん値段上がってきて。うん みたいなだんだん考えてでまあ、逆にもういいじゃん選んでもらおうと思ってもう1台1台自転車を取って20台ぐらい取って <laughs> 姉さんに選んでくださいって言って<ー>もうこっちも寄せ前な,なのに一生懸命取ってであのー、送ったんです結果的に1台1台これがいいって言って <laughs> まあ結果的にあの自転車こいでライトはつくけどギアはついてないやつ。 これだでも、まあ、う買ってであのー、もうしょうがないんででそこ結構と離れてたんですけどよく考えたらこの自転車どうしようと思って <laughs>、ね、で防犯登録も視聴がしなきゃいけないし、うん、しょうがないから寄せまでもう。 雨のもう雨にぬらしてでもう自転車買ってそれでもあう僕的にはもうサプライズですからもう師匠が今日その日鳥だったんでもう早くねもう褒められたいと僕は自転車を犬したんだよ犬じゃないんだよでもうです。んに「彼ら本当鍵なんてわけのわかんないこと忘すから見ろ俺は自転車を」とか言って。 なんかみんなちょっと引いてるんですよ、なんか自転車を買ったことに。ああ<スロー>、あの人、自転車買っ,ちゃったことに。おかしくなっちゃって。<laughs> なんか、一応すいませんとか言ってるんですけど、なんかあんまりなんか手応えを感じてないというか、なんかあんまり響きに。で、師匠た落語が始まって1時間ぐらいですかね。で、師匠が落語が始まってまあ1時間ぐらいですかね。で、師匠、うん、突撃したと何も持っていなかったけど、師匠、すいません、ちょっといいですかって、と、うん、どうしたって言われ、ちょっと外にって言って、外に来てくださいって言って、何、何、どうしたのって言って、で、外連れ出して。 見てくださいしょ、つって。これ。どうですか。え、どうしたの。いや。僕が。それのために自を僕<が>。プレゼント。ハブマスで。って言ったら。あありがとうね。ええー。<laughs> そうだね。嬉しいね。あ、じゃあ。あこれにあの、お、と、弟子たちからみんなにもらったあの、鍵をね。つけようね。<laughs> まあね。<laughs> <laughs> はい。よろしくお願いします <laughs>。 そこからやいやいやそ,なそこからもうでも何の正直でも僕的には結構もう喜んでくれたと思って,て <laughs> で次もう嫁にも帰ってから実は俺自転車プレゼントしちゃってでも嫁が「は何その出費えみんなで割,割ればいいじゃんなんで割らないのいやいやそれはでも師匠のためにまあまあいいよそれはいいよ。 あで明日多分おかみさんとかからもうあの「お礼の電話が来るからあ,のありがとうね」みたいな「じゃ対応してよ」みたいなことしてたんですけど、えー、それ以降全く何の連絡もありませんで <laughs> 今その自転車がどうなってるのかちょっと小さい男やな、ね、<laughs> いや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 いいいや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 い

買ちゃっちょっとすみません。自転車を買ったってぐらいまあでもそれぐが今仲良くさせていただいております。あるがしを読んでまし最近結婚合コン結婚合コンがまあらしいですね。なんなのこれ。もうだから男の人たちは働きに出てて職場で遊びたい放題やってるんだったら私たちもやるわよって言同じ人たちもやったりとかする。結婚合コンで男女が合コンし。 そそのの日だだけのアバンチュールを楽しむんだそうです、うん、どちらも既婚者なんでその日帰りこんな危険なしかもドキドキ合コンみんな侵入したくありませんか、うん、まあ侵入してその合コンの人たちにもよるわな、うん、確かになあ。 そういう時々を味わってるんでしょうね、なんか塚原さんとか、籠井子さんも、北畑どうすんのいやそれはそれでね、ちょっと話聞いてみたいですけどね、なんかあとバレる確率が多くなりますから、火田ー疑者も来て、たらどんな会なんですかね、いやいやいや、こんな、こあのこたちこっそり楽しみたいんでしょうかね、これは、その日だけの。 いやそ<れ>なんか話は聞いたいやまあ本当に雑誌とか載ってたレベルの話ですけどいやど本当にあるんでですかねかね、まあ、でもあるんでしょう、ね、かっ一応こうやって雑誌に載載っってたかから載らんあるかかどうか知らんけど、まあ、結婚しててる人がみんなワーッと飲みに行ってそこで結婚してるる同士とと仲になることもあるかもらね ハハよくでも昔からありますよねだって同窓会で久々に会ってなんか当時のことを思い出しながらなんか話したりとか昔好きやったみたいな記憶も知れてますしねうんそうですね同窓会ですね まあ今だからそういう意味でねやっぱりフェイスブックとかあるからあんまりこう同窓会がちょっと減ってるとか言うんですよねやっぱりそのもう見ちゃうから相手の顔を何十年か後想像をやっぱり失ってる SNS のよくないところでありますけどまあそうか鶴瓶さんほとんど同窓会しょっちゅうやってらっしゃるじゃないですかまあな事実上の同窓会みたいな私師匠の落語会がツアーみたいなことですもん同窓会みたいなことでまあまあ なんとも思わない, <laughs> いやいや,いやでもそれぐらいでもやっぱ師匠がいるからこそこれだけ密に集まるんじゃないですか<ー>だって同窓、うん、会って言ってもそんなに密に集まあまあ集まってるとこもあるんでしょうけどまあそやな、うん、あいつら毎年3年9組の花くれるからなあん<ー>

集まりで来る。<ー>で高校は別に男子校やから、<ー>高校も何人かおる。<ー>で大学もまた行く会だらけって、ね。どうぞ会だらけだな。つながります？福ちゃんとか。いやまず、あ、ここここまでは繋がら、特に私はもう出てきちゃってるからかみんなバラバラなんで。 ないですで、俺の電話はみんな知ってるからかけてくるわな。つ鶴瓶さん特集ですよ。そうですね。みんな会いたいじゃないですか。多分同級生のしたらね会いたいのかな。会いたいし。でもともさんもものすごく幼稚園ぐらいからのい。やでもこれに関しては実は私はあまりあの血縁ばい友達いないです。 <嘘> <laughs> なんか辛いそれいやいやもちろん来てくれる人もいるしまだ会ってる人もいますけどいやお前とただやな,なんかその寄選に切符交わされるかますい、ね、あ <laughs> <laughs> かる変な保険の関与みたいな <laughs> いやいやそういうとこもあるんですけどやっぱりもうちょっと成功しないとやっぱりまだちょっと会えないっていうかまだライバルですからやっぱり同級生みんなええーうん それではここで小福亭鶴瓶落語会の番組先行販売の情報をお伝えします、うん、今年は大阪を皮切りに東京福井名古屋福岡熊本広島仙台岩手の全国9カ所で行います大阪は森の宮ピロティーホールで行われます 日程は10月の25日の木曜日から28日の日曜日の4日間です開演時間は25日の木曜日が夕方6時半開演26日の金曜日も同じく6時半開演です27日28日土曜日日曜日ですがこちらはお昼の1時開演ということです全部で4回公演となりまして料金は前売り5000円です 本日はヤングタウン日曜日を聞いてくださっている皆さんのために一般発売に先駆けまして大阪公演の番組先行販売を行いますのでメールで申し込んでくださいお名前、ご年齢、住所、電話番号を必ず書いてご希望の公演日を書いてくださいホームページでも詳しく書いていますのでそちらもご覧くださいなおチケットはお一人様1公演のみ2名様のペアでの販売とさせていただきます。 料金は二名様分で一万円です。今回の先行販売は大阪公演のみの受付となりますので、ご注意ください。宛先です。やんたんアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク mbs 1179.com までお願いいたします締め切りは9月の17日の月曜日到着分まで有効とさせていただきます応募者が多い場合は抽選とさせていただきますのでご了承くださいそして当選された方にはマネージャーのうきさんから9月の21日金曜日までにメールでご連絡いたしますご応募をお待ちしております小福亭鶴部落語会に皆さんぜひお越しくださいう いや昨日見に来てきた人のねすご自宅頂いておりますがねインスタグラムハッシュタグで落語と検索すると「県、うん、代と釈大っていうのがこの回の出て、ねうん、タイトルなんですね。そ,うかそのハッ、まあ、まあでもそのんて言うか一回も見聞きしなかったあの松之丞と初めて袖から見て鳥肌立ってすごいなと思ってたやんやけど次俺出なあかんよね その後師匠ですからねでもそのメカウンマでこれまで少ないながらも何度か見聞きしている中で断トツ心が揺さぶられただからやっぱ引っ張られるんやろね前の舞台の人にいい舞台をするとねだからまあまあご一緒にすることはないやろっちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいそういう時だけ「ゴつかういやめてください「ーつけるの一緒にすることでいいじゃないですか「緒って言わないです今後一0引きをしますこれからありますよ本当とに兼題と大ジョで。 Ha ha ha.